どうもピヨキングです。今日はですね、あのクソみたいなオープニングなしにしたいと思います。というのも最近全然ネタが思い浮かばなくって、非常に緊急事態であります。まあぶっちゃけ本音を言ってしまえばめんどくさい。やりきってみよう。周りくどいことすんな。今日のオープニング先は引っかかった方いるんじゃない？いや気持ちいい。性格悪いな。いやこうやってみんなを騙すことが僕の生きがいになりそうだね。ちょっとコメントしておこうかな、騙された人。はい、それじゃあ今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ジークウォントシーイートカミングということで、サムネにドッスンがたくさんいるから今日のトロールコースの主役はきっとドッスンだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96%。 そんで僕さ、4月22日大阪でオフ会するって言ってたと思うんだけど、もう1ヶ月切ったばい。めちゃめちゃ緊張してきたね。どうしよう、ピオキングってめちゃめちゃブスじゃんって思った。もう整形しまくっていこうかな。で上のスパイニーってなんだろう、なんか左にスパイニーみたいなやつが出てきてるな。開幕スパイニー。僕がこの50コインを取れないとでも思っているのかい。取った瞬間すぐ殺したに行けばトゲピーだよ。で今さ、スパイニーって何って思って調べたんだよね。そしたらトゲのあるって意味だったから、もしかしたら海外の方はトゲゾのことをスパイニーって呼ぶのかもしれないね。じゃあここ牡蠣棒踏んで上に行く。さあここはどれが鍵なんだい。左は1キャップ、真ん中は牡蠣、そして右が1キャップ。なるほどね、カキなんだね。つまんねんだよ。やばい、こんなことばっか言ってたら本当に親父になるかもしんない。まあ小学生とか中学生ぐらいの方からすれば僕なんて親父にも等しいんでしょうね。誰が親父だ、誰が。お兄ちゃんと呼びなさい、お兄ちゃんと。特に保育園以下ぐらいの女の子、お兄ちゃんなんて嫌いなんだからね、とツイッターで早くその声を僕に届けてきてください。バッシャー。変態じゃねえか、みんな勘違いしないでね。僕は変態じゃないから、変人だから。そうで僕思ったんだけど、この USA 記録を絶対取っていくんだよ。だからこのブロックを壊して USA を取っていく。そしてここの下に降りれば、うん、何があるの、ちくわかい、ちくわがあるのかい。なるわー、ブルピッピピーン、ブルピピッピャーン、ブルピピッピョーン、ピャーン。さあ今オンオフが変わったね。ここで右押しっぺ。そんでこの上の土管には入れないでちょきっと。隠しブロックはなさそうだね。で F ってどういう意味だったっけ。なんか最近さ、トロールコースすると F っていう文字めっちゃ出てくるよな。そんで右下はキノコ、あーやっぱここまでは合ってるっていうことだね。そしてこの上に行けば、うん、上届かないよ。 USA 記録を持ってどうやって来るんだい。で左上に行けば何かヒントがあると思ったけど、もう一回扉に戻れってか。そんなのわかるか。この USA キノコを取ってこの扉に戻れって、あ、戻れんねん。どうしよう、この上にさ、なんか矢印、あーなんか出てきたよ、スターが。オッケーオッケー、このスターを取っていけっていうことね。でさっきの土管の場所まで行けるんだよ。さあ行きますか、マリー。あの場所で大ジャンプすれば先に進めるんだ。ここで大ジャンプ。さあ次の場所に行きますか。多分今日のトロールコースは短いと思うからフルスロットルで行こうじゃないか、マリー。なるほどね、次は剣を持ってこいと。面白いじゃないか。今日はそういう感じですかね。たくさん戻してくるみたいだ。どうすればいいんだい、こっからこの針に当たってやられろと。でこのハテナは何なんだろうな。スター。あー分かった分かった、このスターで先に進めるっていうことか。オーケー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 。でこの先にはどかに入れませんね。じゃあさっきのヒント的にさ、スタープラスリンクって書いてたから、このリンク状態でスターを取って先に進んでいくみたいな感じだとは思うんだけどさ、あのドカンのところあるじゃん、 USA で大ジャンプしたところ、あそこどうやって上に行くかなんだよな。いや豚はいいんだな、爆弾か。豚さんよ、爆発してしまえ、エクスローション。また出てきたね、なかなか倒れない手強いやつだったあの豚は。でこの上、あ、ここ、あーなるほどね、さっきなんかブロック出したもんな。まあまあこれで中間ポイントが取れるっていうことだと思うんだけど、隠しブロックあるんじゃないのか。分かってんだ、そんなことは。もう分かってなかったけど。さあ取らせてくれ、何もないよな、やったさ。もう気持ちの余裕マックスキングだね。そしてここはオンオフをして、フラワーフラワーフラワー様。
オンオフします。そしてこの場所で待っておけばフラワー様が取れるんだね。さあ溶かしていきますか。そして左側溶かして、何すんだってね。どうやら俺を怒らせてしまったようだな、サギャラ。その代償はこれだ。情けねえ声が出たな今。ちょっとやり直ししていい。どうやら俺を怒らせてしまったようだな、魚よ。この怒りは身をもって知るがいい。くらえ、ワイヤーボルト。ただこれが痛かっただけなんだよな。でもスッキリした。さあこの上見て、お前も覚えろ。普通の実況者なら一番左へ避けるところ、でも僕はあえて叩いてあいつを倒していくで、ね、ほらよしよし、あ、溶かしすぎた。おー、危ねー。よかった、鉄球で溶かしすぎたらまずいやつだったらどうしようと思ってた。なんか違うもんになったね。そういうの聞いてないよ。そういうの求めてないし、この下には何があるんだい。特に何もないとか。いや、油断してたわ完全に。スーパーボールフラワーってさ、なかなかトロールコースで出てこないじゃん。じゃあ走ってしゃがんでいけっていうことなんかな。いや、それいける、こう。やべえって、これは絶対トロールなんだろう。積んだんじゃないの。ジャンプで行く。それで蹴わせるんだ、あのスーパーボールフラワーを。さあここの氷ブロックを溶かして、 P スイッチは踏んでいいのかい。僕はあえて踏まないで行こう。それが正解だ。右と左どっち行く。僕はあえて真ん中に行く。オッケー。そしてこの扉に入っていく。いやった。Pスイッチいらないんじゃない。何これ。Pスイッチをして左に戻れってこと。ピー。今日のトロールコースは本当に戻す系が多いよな。で次は下に行くとかそんなことはない。一旦スーパーボールフラワーを取っていってみる。そしてこの土管に入ればいいのか。土管じゃないドアね。スーパーボールフラワーで合ってるってか。よっしゃ来た。スーパーボールフラワーじゃないとダメじゃねえか。さあ行こう。隠しロックはないないね。でここに2って書いてるけど、オンオフかける2。戻すのも大概にせんか。マスター、落ち着くんだ。冷静になれ。冷静にならなければ避けれる罠も避けれなくなってくるよ。じゃあここでもう一回オンオフをして、さっきの場所まで戻ろうじゃないか。なるべくカットはしたくない。だからここで今早口言葉を言って、噛んだらカットにしようじゃないか。生麦、生米、生卵でやってみよう。せーの、生麦、生麦、生麦、生あ、取ってしまった。いや、すいませんね。つまらない動画ばっかりいつも見せてしまって。じゃあ、オンオフを2回してきたんで、ここは空いてると。えいじゃねえんだよ。よう見たら右側にチェックポイントあんじゃねえか。あの場所まで絶対行きたいね。このテイクで。さあ、ここは土管に入れるのかな。一旦試しておこう。はっ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 は。なんか、カチカチねえけど。うわ、どうなんだろうな。なんか、1の1っぽい見た目してるけど、下のヒントは右の土管に入れっていう感じなんかな。いや、じゃあこっちで合ってんじゃない。下に落ちたらまずかったみたいな。さあここの果ては何もないか。いや、この下やばい。感謝して、一旦左を進歩してみる。じゃあここは右に行っていいのかな。あ、なんかピックアップ、なんか奇跡が生まれてんだけど。え、マジでこのまま先に行って、うん、行かしてくれないの。お願い、隠しブロックはここが。ビゴー、素直に降りよう。左の土管は、左の土管は入れるのね。真ん中もすごい気になるけど、成敗されてないでござるよ。ここは入れませんと。じゃあ右の土管は入れません。成敗されましたか。でも一旦戻ってみようか。そして下の土管は何か出てきたけど、でかい土管が。こっちの土管は何なんだい。成敗されたでござるか。いや、大丈夫大丈夫。もう一回さ、これ違う場所でしょ。だから右上の土管に今度は入れるんじゃない。うわ、一回当たったらもったいねえな。入れませんね。でこっちも入れません。やっぱり成敗されたでござる。多分ね、このオンオフをするところまでは絶対合ってる。こっからなんだよな。あ、なんか今聞こえなかった。スタが出てきた。あー、こっちで行くのか。いや、これほんと、あっ、腰を走ったけど大丈夫なあ。右のバネは何なんだあいつ。絶対何かしてくる予感しかしないぞ。一旦行ってみる。上からはいけない。じゃあ、うわ、ここやっぱりカシャーいるんだったんじゃないの。多分こっちに行けみたいな。まあこのドアに入るしかないよな。一旦行ってみるか。多分こっちに合ってて、チェックポイント2は、いや合ってる。一旦カシャーしてみる。カシャーして
右上の方に行かってみようか。大丈夫だよ、君たちは邪魔。この先何も進めるような予感しないけど。だよね。このカシャンをして右下から行けっていうことなんだね。今ちょっと感想になった、ごめんね。多分これで合ってるよ。オーケーオッケー。そんでこの上のブロックを壊してあのクッパクラウン乗っていいのかい？それとも上から行く？いや乗っていい。頼むよクッパクラウン。ナイス。でこの下の土管はダメだよきっと。僕の予想はね、この上の土管だと思う。そうだろう制作者よ。さあチェックポイントにはお願いします神様。なんかこっちも違うような予感しかしないけど大丈夫ですか？このまま下にいて何もないとかそういうことはないよね？この下がチェックポイント2だ。頼む間に合って。バイバイキーン。ここで間違いねえはずだ。何もしなければいい。さっき僕ジャンプかなんかしたんじゃない？だからチェックポイントが取れなかったみたいだ。多分これで間に合うと思うんだよな。オッケーオッケー。床があるじゃねえか。あ、左か。あのガリガリになんか左に行けばいいのか。くっそ。写真見てやっと気づいた。15分ぐらい探してたんだけど全然なくて。だからあのガリガリのところ左おしっぱで行ってみようか。多分これで左おしっぱで行けると思うんだよな。これで違ったら僕はもう分かんないよ。頼む左行って。やっとくっそ投げ勝った。もうカット入れてるからみんなそげないかもしんないんだけど、めっちゃめちゃ長かったね。ここに来るまで。この四角の枠はなんだ、引っかかってるっていうのは分かってんだよ。今噛みそうでもなんだなんだこの一個のスネはさ。じゃあ何が出てくる。なんか出してこー。まあでも中間ポイント2取ったからめちゃめちゃテンション上がってるね。じゃあここはダッシュしてスネークブロックを抜けていく。右のパックンは倒れてくれるのかい？ギリギリまで近くに行ってみようか。左のハテナブロックもすげえ気になるんだけど、あのハテナブロックを叩くしかない。これは何なんだ。マッチャッパーマッチャッパとか意味わかんない言葉が出てきたじゃねえか一旦バックを出しておいて、その後叩いたらこのマスターソードが取れるっていうわけね。で、あの下隠しブロックとかあるかな。いや、なんもない感じだね。じゃあこのまま上に登ってっていい？本当に登ってっていいのかい？ジャンプする。そしてこの下には行けないっていう感じかな。ここはどこに行けばいいのかな。この下に行けばいいな。まず上に上がれなくなりそうだから一旦このまま先に行くね。この下のブランコの場所も怪しいね。実はこっちに戻るのが正解なんじゃないかな。あの扉違う場所なんじゃない？だからもう一回こっち。違うね。じゃあ素直にこの扉に入っていこうか。そんでこの扉の先にはもうゴールが待ってないねマジでブルースパム、マジでめっちゃ戻してくるなこれ。ブルースパムってな、引く Y を押すなみたいな感じかな。なんか丸々の下で、この場所で Y を押すな。それかなんかあるからさっき調べたような気がするんだけど、まあ、いや一旦左の土管入っててみようか。入れませんねじゃあどうやってやられんの。待って、これもしかして最初からやり直しっていうパターンかな。嘘でしょ。助けて誰か、もうここから出して。いやじゃあこの丸々のところだよな。ここになんかあるみたいな。やっぱないよな、さっき調べたもんね。じゃあ一旦この爆弾出してみようか。これでなんかはっはっはこんな隠しブロックあったね。こういう隠しブロックの出し方するんだ、面白。じゃあ土管に入っていこうか。そして次はオンオフをしてこいって感じなのかな。これはもう上に行けないもんだ。でさ、ちょいちょいこの NT ってあるじゃん。 NT って何なんだろうな。 PK って書いとけって、ピオキングって。うぬぼれんで。一回オンオフを変えてこいっていうことだったね。だからここで一旦ブロックを出して上に行けばいいんじゃない。そしたらオンオフ変えてくれるよね。そしてこの床に入ってったら次は上の場所に進めるみたいな。オッケーオッケー。そしてここはリンクは捨ててっていいのかい。いや、またオンオフしていくのか。そんな感じなんじゃないの。一旦オンオフしてってみようか。そしてここは下に行ってツタに捕まる。でかキノコ、でかでかでで、でデンジャラス。さて、ここのねオンオフもしていっていいかどうかまだ分かってないんだけど、常にしていこう。そしてこのリフトに乗らずにキノコを待っておこうか。一旦乗っておかなくちゃいけないのかな。乗って左にジャンプみたいな。オッケー、これで出てきたね。さあこのデカキノコを取ってブロックを壊して上に行くんだけど、隠しブロックとか急になんか降ってくるとかそういうことはなさそうだ。そしてこの矢印何なんだろう。これ通らに行かなくちゃダメみたいな。絶対関係ないよなこのツタとかさ。じゃあリフトに乗っていこうか。そしてなんかドアとか、ちょトリース。
そういやさ、サムネドッスンがすごく載ってたと思うんだけど、ドッスンあんまり出てきてないよな。あー全然楽勝楽勝。このデカキノコ状態だったらどんなブロックも壊せるさ。これは右にジャンプしていこうか。何もしないはまずいと思う。だから乗った瞬間右右やいや、でもそういうのさ、これは引っかかるってドクロリフト剣はずるいって、何もしないでいいが正解とかめったにないパターンじゃん。じゃあここは上にジャンプしていけっていうことで、さあ上の USA は何だろう。邪魔するな、お願い。いや上からいけるよ。いけませんよ。ここ上に行ったらすぐ右に行こうか。もう俺が来る前にさ、そしてここはオンオフもしなくちゃいけないのかな。いやした方がいいと思う。いやちょっとずつ左行ってんだ。抜けれる。オーケー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 。よしよしよし。そしてオンオフをしてこのまま右に行こうか。いや絶対抜けれないと思ってた。さあディガキノコの状態で来れましたけど、一旦恋の通り信用してみる。頼む、何もないでくれ。本当に何もねえじゃねえか。もうシールすぎんだよ。あの恋の通りに行って何もないとかさ。じゃあここのドアに入ったら先にゴールが見えてくれ。頼む、もうそろそろゴールでいいよ。 NT って何ですか。ねえ僕今ジャンプしすぎましたか。いやキノコ持ってくんだってこと。チビ状態じゃないといけないのか。でファンタイム、うわマジかよ。ファンタイムってことは死体験ってこと。ここで死に耐久みたいな感じなんかなこれ。右は、あ右って一旦下行く。死に耐久っぽくはないような気がするけど。いや全然分かった全然。うん、なんだろうこれ。あーなるほどね。タイミングよくジャンプしてあの針に当たれっていう感じで、まあこんなの全然余裕だよ。見ててよみんな、ここ。そしてターン、このタイミング。しゃー、リズムバスターをなめるな。さーて、ここで死に耐久があるってことはもう終わりの時間も近いんでねえの。さあこの扉に入っていこうか。左もなんかあるな。あーレベルイズアライ小さいレベルっていうことだから、ごめんね、全然意味が違うかもしんないけど。さあそろそろゴールがまだだね。何これ、 CP1 って書いてない。もしかしてチェックポイント前に戻すっていうことは絶対ないと思う。僕は信じないよ。多分こっちが正解だろ。さあ勝ち向くはないだろ。 OK。 そして上は、なるほどね、ここに雲があるんじゃない。さっきと なんか似てるよね。さあここの上のリンクを取って、どうなる。またなんか書いてるね。スターオーバー。あ、わかったわかったわかった。多分このドアに入ればいいっていうことだと思うんだけど、いや違うか。ちょっと待ってよ、スターオーバーってことはスターを取った状態でこの土管のところまで来るっていうことなんじゃない。ってことは最初からもう一回やり直したらいいとかそういうことなんかな。だってこれ以外にもう来るべき道なかったよな。さあ最初からやり直してるんだけど、ここでスターを取った状態であの場所まで行くみたいな。いやでも絶対無理だよな、時間的に足んないもんね。じゃあリンクを取ったまんま雲のところに行けっていう感じかな。それで行ってみようか。この上に確かさ中間ポイント位置を取れる場所があったじゃん。そこで雲を手に入れれるんだけど、この雲を持ったまんま上に行けみたいな。多分それでささっきの赤い土管に入れるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよな。頼む、合ってて。よっしゃよしよし。さあこのままもうゴールの場所まで行こうじゃないか。見えたよゴールが。あのゴール絶対物にしてみせるよ。もう取れなきゃなんて関係ない。僕はゆっくりとゴールの場所まで行くんだ。あそこ右なんか出てくるじゃん。この先進むのが怖い。もう甲冑ロックなんていらねえって。あの右の隙間絶対なんか出てくるだろう。だから降りた瞬間左ダッシュでいい。そうだ、頼む、それ出てくれ。やったー。いやあの空白は甘く見すぎでしょ。絶対なんか出てくると思った。このコースは最速が速かったから短いだろうなと思ってたんだけど、とんだ鬼畜コースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。1回だけのジャンプでゴールしろっていうこのコース、説明文に1回のジャンプでヨッシーに乗ってゴールしてくださいって書いてるから、ヨッシーに乗るのにまず1回ジャンプでしょ。でヨッシーに乗った後もジャンプしなくちゃいけないから計2回しなきゃいけないと思うんだよね。それをどうやってクリアしていくんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.07%。
と。説明文を見る感じ、ゴール条件はヨッシーに乗ったままゴールか。やっぱりね。で、上にブラパもたくさんいたからさ、一回ジャンプすればブラパが落ちてくるっていう感じだと思うんだけど、とりあえず普通に行ってってみていいかな。乗った瞬間すぐ右にジャンプ。まあ大体無理なのは分かってた。でもめっちゃ惜しくなかった。これをどうやって一回のジャンプで行くかなんだけど、いや、やっぱダッシュだけだったら乗れないよな。じゃあさ、ヨッシーが生まれる時に結構ヨッシージャンプしてるじゃん、この辺まで。そこを狙えば空中で乗ることができるんじゃない？もうそれ以外いないもん。だからこの辺で乗る。オッケーオッケー、よし。今さ、空中で乗ってもすぐ下行かなかった。やばい、下行ったよね。空中で乗ることはできないのか。できるんだけど、ほらすぐ下に行っちゃうんだよな。じゃあもう一つだ、下からジャンプしてヨッシーに乗る。違います。こうなりゃ一つ一つ試していこう。ここでヒップドロップして乗る。なんか今行けそうじゃなかった？結構ブラパが落ちてくるタイミングが遅かったんだよな。だからヒップドロップしてすぐジャンプして右。これでいけないかな。一回のジャンプじゃないけど、これでいけるような気がする。ちょっともう一回やってってみ。こっから来たね、声を出した。こっからヒップドロップしてすぐジャンプして右。うわ、絶対行ったと思った。いや、これ絶対いけるよ。一回のジャンプじゃないけど、二回ジャンプしてるけど、これ絶対いけると思う。素早くだ、素早く行けばいけるはず。ここでヒップドロップした瞬間すぐ右。やったー。おいで、マリオタイム。これ一回のジャンプでいけんの？それでやり方分かってないから、もし分かる方いたらぜひ教えてください。説明文やっぱりね、一回のジャンプでヨッシーに乗ってゴールした。やばい、謎が解けたかもしんない。一回のジャンプでヨッシーに乗ってゴールしてくださいって書いてるじゃん。何もゴールまで一回のジャンプっていうことではないんだよ、きっと。ヨッシーに乗るまでが一回のジャンプみたいだ。いや、これは騙されたね。みんなも一回のジャンプでゴールまで行けるって思った方いるんじゃないかな。日本語って難しいですね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。